いつもの峠の雑談です。今日のお話はね、呪いのバイクというお話です。ですね、呪いのバイクの話って、もしかしたらね、知ってる方いらっしゃるかもしれませんけどね、ハンバーグ師匠っていうチャンネルがあるんですね。スピードワゴンの井戸田さんがやってるチャンネルですけど、で、井戸田さんが乗ってらっしゃるね、ハーレーがピンクに塗ってあって、まあ、呪いのバイクと呼ばれてるんですね。なんでかっていうとね、そのピンクに塗られた、井戸田さんの、ハンバーグ師匠のバイクですけど、それをね、腐したりなんかした人はみんなね、とんでもない目に遭ってるということが何件かあって、それ以来ね、井戸田さんのね、ハンバーグ師匠のバイクがね、呪いのバイクと、俗に呼ばれてるんですね。僕はね、そのことをさっきまで知らなかったんですけどね、俳優のね、中尾明慶さんのチャンネルですかね、狐さんというチャンネルがあるんですけどね、そのチャンネルを見てたらね、たまたまね、ハンバーグ師匠とね、中尾さんがコラボする動画があって、それでね、呪いのバイクについてのお話っていうのをしてたんですね。その井戸田さんのバイクっていうのは結局ピンクに塗られてるんだけど、ソープランドピンクって俗にね、言ってらっしゃるんですけど、それもともと言い出したのは宮迫さんなのかな、ちょっとよくわかんないんだけど、テレビのね、番組の中でハンバーグ師匠のね、そのソープランドピンクのハーレーの前で悪口をこう結構言った方がみんなね、謹慎中になったりとか そういうふうになってらっしゃる方が多くてね、そのハンバーグ師匠のバイクの悪口を言うと呪いがかかると俗に言われてるんですね。でね、あれですね、そういう話っていうの、魂があるようなものではないですよね。またバイクとか車とかね。だけどね、なんていうのかな、ちなみに僕が乗ってるね、車の方ですけど、バモスターボ、17、8年かな、乗ってるんだけど、それやっぱ古くなってきててですね、結構トラブルではないけど、ちょっと調子が悪いかなと思う時が、ね、要はエンジンかける時にエンジンかかりにくいとかね、一時期あったりしたもんですから、もちろんバッテリー変えたりちゃんとね、調整してもらって、今はなんともないんですけど、そんなことがあってからね、乗るときにね、バモスも絶好調ですっていう風なね、呪文じゃないけどね、言って、車の中で走り出すときね、言うとね、なんか調子がいいような気がしてね、それを結構ずっと続けてますね。それから別に、なんていうのかな、エンジンのかかりが悪いとか、ぐずるとかね、そういうことはなくなったですね、確かにね。だから無生物っていうか、生き物じゃないんだけど、そういう乗り物っていうんですかね、自分が乗ってるものとか、魂じゃないけど何かあるのかなと思う時はありますね。よく聞く話だとね、オートバイを買い替えようと思う人がね、買い替えますよね。買い替える前の何日かになったら急にね、それまで乗ってたバイクがね、急にね、エンジンが止まったとかね、ようになったとか、そういう話はよく聞きますね。だから、すごいオカルトチックなことを今言ってますけど、そういうことってもしかしたらあるのかもしれないなと、なんとなく思うことはありますね。物がその人間に災いをなすっていうんですかね。そんなので言うと、有名なので言うと、運命のホープダイヤっていうね、そのダイヤを持つと、不幸が次々に訪れるっていうようなね、よくオカルトの読み物ですか。そういうもので読んだことはありますけどね。それで、結局ね、中尾明慶さんがそのハンバーグ師匠のとのコラボを一番最初にした理由っていうのが バイク関係の話とかやるから、それならそのハンバーグ師匠のね、バイクに最初にね、バイクの話しますよと言ってからね、した方が後々バイク関係のネタをやるのにね、変なトラブルに見舞われなくていいのかなということで、ハンバーグ師匠を選んだというようなことをね、動画の中でおっしゃってましたけど、それだとまるでね、あれみたいですよね、四谷怪談っていう有名なお話がありますけど、あれを演じるね、役者さんがね、
お岩さんのお岩稲荷かな、あそこにお参りしてからね、要はお化けの話とかのものの上演をするとね、トラブルがなくて公演が無事に終わるっていうね、あの話になんかちょっと似たような感覚なのかなと思いましたけどね、話を聞いててね。まあだけどそうですね、バイク結構ね、買い替える方、まあ、いらっしゃいますけど、もしかしたらその新しいバイクをね購入するときには今乗ってるバイクね、僕の場合は多分買い替えはないですね、この YBR250 から買い替えはないんだけど、増車はもしかしたら1台あるかもしれないですね。だからね、その時はまあ一声 YBR250 にね、新しい仲間が来るからねと言ってね、増車しようかなと思ってますね。そうするとね、変なトラブルとかなくていいのかなと思ってますけどね。はい、まだねチャンネル登録お済みじゃないようでしたらよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。